夏休み中の子どもたちにスーパーマーケットの仕事や商品の流通に興味を持ってもらおうと東温市で職業体験が行われました。この職業体験はスーパーのセブンスターと卸売業者の朝日食品がスーパーの仕事や商品の流通について興味を持ってもらおうと開いたもので、小学4年生から6年生までの親子7組14人が参加しました。体験会では最初に一人一人に子どもバイヤーの任命書が手渡された後、バイヤーの仕事内容を確認するなど商談に向けての準備をして、いよいよ実践です。今子どもバイヤーがメーカーと商談をしています。試食をしながら一押しの商品を選びます。子どもバイヤーは10社のメーカーから商品の説明を受け、味や見た目を評価します。食べたことないそのお菓子とか食べ物とかがたくさんあったけど、どれも美味しくてとてもいい思い出になりそうです。自分たちが選んだのが商品に並ぶっていうのがちょっと感動します。体験会を通して子どもたちは商品がどのような仕組みで店頭に並ぶのか学んでいました。なお、子どもバイヤーに人気のあった上位の商品は今後実際に店頭に並ぶということです。